こんにちは、ペルセウスだよ。今日は三笠市にある空き家を見に来たんだけど、神社でお祭りをやっていたので参加してきたよ。神社のお名前は一木尻神社。一発で読めたらすごいよ。もともとはアイヌ語で一木粒子、一木粒子が語源なんだって。熊の足跡が多くある場所って意味みたい。熊はアイヌでは神なので分かりやすいね。御祭神はアマテラス大神様とはじめとした七柱だよ。何度か神社を奉仕してるから神様いっぱいだね。ちょっと早めに来れたので空いててとっても歩きやすいよ。くじ引き、フリフリポテト、太麺焼きそばだね。東京ケーキ、たこ焼きにトネルサンド、エアソフトガンのくじ、広島焼き、チョコバナナ、トロピカルジュースにフランクフルト。平日の午前中だもんね。午後から混むと思います。ここがすごくびっくりしたよ。なんと手水や尿花が浮かべてあったんだ。エモいな。玉砂利を踏みしめて参拝するよ。三笠市とこの神社が大きく発展しますようにとご祈願したよ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それじゃ、またね。